どうも、うらさこです。緊急事態や、はい、トライアンドエラーっていう言葉あるわな、はい、いい言葉です。今回のメインのベリアル子供相談室、はい、エラーが過ぎんねんまあ確かにあの熊取り整形をしたから熊取り整形をした顔を映さない状態で撮れるもんなんかないやろうか、はいはい、でベリアルでなんかそんなんできるかって、まあ俺もそれは言うたのは言うたけど、そう、大乗り気やったのはやっぱウルトラマンファン。いやいや、もうこんなね、もうよだれ出ますよ本当に、うん、ウルトラマンファンからしたら。いや、だから、はい、ウルトラマンファンからしたけど、はい、ウルトラマンファンがこのチャンネルのファンと一緒かいと、それは全然違うわけやんかもう前代未聞の低再生回数やで。すごかったっすね。今までの中でやっぱヘソプリンがのダブルヘソプリンが一番、はい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 、ね、ツツミンと二人でやったヘソプリンが一番底辺やったものを軽く超えていって、サブちゃんよりひどくなって思ってるからね。これちょっとヘソプリンがいじりにくくなるっていう。そうや。ほんまに。こんなエラーないで、ほんま。まあまあ、テンションこそ上がってたけど、まあ、みんなでやりましょうとはなりましたからね。なった、なった。やってみようとはなりましたから。しゃあない。取れるもんがないから仕方がないかったまあ、そうですけど。まあまあ、お顔を出せる状態じゃなかったですからね。こんなことになった。これはもうね、もう由々しき事態ですよ。天下のベリアル様が。ほんま。いや、知ってるベリアルの声を俺がやってたっていうのを知ってくれてる方には高評価ですよ、それは。そうですね、ちょっと。昨日のツイッターとかでは特撮ファンとかはすごいざわついてましたし、うん、ほんであのしらべえさん、はい、ああ、そう、ネットニュースの、はいはい、ネットニュースのしらべえさんは取り上げていただいて、はい、なんかすごく評価してくれてるんですけども、はい、現時点で4万再生ぐらいええ感じや、ほんま。あ、こっちやから、どっちでもええねん、すまんどっちでもええわ、こっちじゃないのよ、どっちでもええ、ね、みんな、あ、こうなのよ、あ、全部違ってる。ちゃんとやってほしい。うふふやないね。うふふ、大問題や言うてね。ほいで、もしベリアル様がうまくいけば言うて。出すんすか？出すんすか？出していいんすか？出すんすか？俺が、俺、それ出さればいいと思いますよ。声を。あんだけノリノリやった宮迫さんのやつ出したんすか？声を当てた。買おうぜ、買おうぜってね、言ってた。ね、ホークアイですよ。ホークアイ。アベンジャーズのホークアイ。はい、そして、ミスターシインクレディブルのシンドローム、はい、両方声やってます、はい、これでシンドロームの相談室とかホークアイの相談室とかやろうとしてたって、行こうぜって言ってましたね、みんなで。恐怖でしかないわほんで現状ね、つぶれやプロさんとか、はいはい、ね、やっぱりもうすごく心の広い会社やから、はい、今のところ何も言われてはいないですよ、はいはいはい、もう勇気にもならんやろ、向こうも4万再生では何の話題にもなれへんほんで、挙句の果てにこっちなんかお前世界やぞ。いや、そうですよ、マーベルとか、はい、もうなんや、ディズニーとか、はい、やっててみ、再生数も回れへんし大訴訟問題になってお前運億円払わなあかんとかなって思って。唐沢弁護士出番です。危ないとこや、ほんまでも、やっぱこういうのにチャレンジできる、そうですね、チャンネルだってこと、僕はすごくいいことだと思うんですよ。あ、そうです、いいんですよ、うん、ね、トライアンドエラーはやるべきけど、はい、エラーが過ぎたらあかんねん大エラーでした。大エラー。いや、でもそれはもちろん140万人から売るチャンネルが4万再生ってもう終わってるで、ほんま。これはもうだからすいません、評価してくれてる方は、はい、もっとやってくださいって言ってましたけど、やりませんもう終わりです。もうやらないのか。信じられへん後伸びしたらわからないですよ。いや、だから分かんないですからね。まだ知れ渡ってないですか、特撮ファンに。この事実がせやねん。俺も見て思ってんけど、誰のチャンネルのもんか分からへんねん。それはね、本当そうです。それは本当にそうです。それも変えました、はい、宮迫メディアルの子供相談室に変えたけど、時すでに遅しやと思うね。多分チャンネルファンすら、あれ気づいてないかもしらんから。まあ、そうですね。
そうそう、ね、もうあの一覧でサムネだけ見たらね、スッスッスッって、あれウルトラマン今一緒だったけど何やったんやろって なってる可能性が、もしあの気づいてらっしゃらない方見てください。あのベリアル閣下がちょっと子供の相談乗ってますので、めちゃくちゃいいこと言ってるんでね。いやもうほんまですよ、撮影してる時楽しかったですね。そうですね。何が楽しいことあんねん。俺が一人で。だってこれなんか宮迫さんが人形劇みたいに可愛かったんですよ。宮迫さんなんかこうやって動かしながら。はいはい、違うね。そんなこと言って、じゃあもうそれを撮ってここで見せてあげた方が良かったもん。じゃあやりましょう。やりましょうじゃないねん。撮ってないねんもうすでに。バカ野郎。まあでも確かに、まあ、今回のは、はい、まあ、エラーでしたけど、ね、まあ、これをバネに。大エラーや。大エラー。歴代最低を叩き出してんの。そうですね、歴代最低、はい、大問題ですよ。まあでも一応こうトライアンドエラーを繰り返しながらちょっと、うん、はい、それは本当大事だと頑張って、うん、今全体的にね YouTube はあのいろんな芸能人の参入がもうすごくなって、再生厳しい、あの再生回数自体が全体に厳しいのはあるんですけども、まあまあまあ、その中でもトライアンドエラーを続けながら、はい、よりいい、チャンネルでいや頑張っていきますので、はい、皆さんよろしくお願い、あの気づいてない方とちょっと見てあげてください。ベリアル書くやつ一、はい、回見ていただける、まあまあなんかベリアル閣下ええこと言うてたりもしますので、はい、あのぜひお願いしたいなと思っております。ただベリアル閣下はよっぽどの後伸びがない限り二度と現れないと思いますので。ないのか、申し訳ございません。ないのか。ちなみにあの、はいはい、タイトルコールと最初、うん、あの質問読んでくれた男の子女の子、はいはい、僕とツッツーの甥っ子姪っ子を使ってます。そう、はい、あの本当にあのフルに家族を活動して身内をフルに総動員でやっておりますので、皆さんあのぜひ見てあげてください。お願いします。可愛い声なんですよ。はい、あの甥っ子めいっ子たちもあのへこむと思います。声やらされて全然やないか。下手したらもう学校で言われるかもしれん。あれお前の声やったよな。全然再生回数いってないの。今頃言われてますよ。かわいそうに。かわいそう。かわいそうですか皆さん。すまんリュウマ。リュウマのためにも皆さん、コアちゃんごめん、見てあげてください。コアちゃんのためにもな、はい、見てあげてください。お願いしますよ、ほんとね。シンドロームな、やりたかったけどな。シンドロームちょっとノリノリでいけそうっすよね、うん、いやホークアイとかもいいんじゃないですか。シンドロームな、やっています。ホークアイとか言うてる言うてる。僕マーベル超好き。お前たち何か質問があるらしいな。あーいい、シンドロームな、行きましょう。ホークアイはダメ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 、まるでダメ。ホークアイ、あ、名言名言。ホークアイ、今日からお前もアベンジャーズだ。すごい、ね、すごい。流しておきますね、アベンジャーズの BGM。 やめとけ。訴訟問題になるよ。カラサ弁護士出番です。あかんの、無理や、カラサ弁護士で。T シャツ買うてる場合ちゃうねん。宮迫闇 T シャツ買うてる場合ちゃうねん。見てください。まあちょっと今後ともあのトライアンドエラーは繰り返していきますけど、はい、それはチャレンジしていきましょう、はい、それはいっぱい。エラーの幅を今回みたいに大きくしないように、もちろん修正はしていってね、はい、はい、頑張っていきましょう、はい、というわけで終わり。あ、じゃあここあ、こっちそうなんです。そうか、はい、終わり。シュワッチ、シュワッチでね、いやー